まあ、お客さんからやっぱりこうスキルをもっと習得したいとか、まあ、スキル習得をもっと早くするにはどうしたらいいんですかみたいなのも、まあ、よくいただくんですが、そう、僕が一番こう、何て言うかね、衝撃を受けたものなんですけど、はい、ピカソが、はい、その生涯で作品を何個作ったかって知ってる、うん、どれぐらいやった？1万点。やーっ、はい、今日も始まりましたレスポンスチャンネル、マーケティングこそ社長の仕事だということで、今日はですね、高木と山田でお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ということで始まりましたが、はい、まあ、この雑談がないのでもういきなり本題に入るということでやっていきたいと思いますが、今日はですね、今日のテーマはですね、まあ、スキルを習得するにはということで、まあ、実際にこのセールスライティングを、まあ、お伝えしているっていうのもありまして、あと、まあ、コンサルティング、まあ、コンサルタントなる方法みたいな形で、販売させていただいたりとか、まあ、いろんな商品を販売させていただいてるんですけど、まあ、結構、スキル面をこう、押すというか、まあ、実際技術なので、それをまあ身につけていただくっていうのをこう、商品として販売させていただいているので、まあ、お客さんから、やっぱりこう、スキルをもっと習得したいとか、まあ、スキル習得をもっと早くするにはどうしたらいいんですかみたいなのも、まあ、よくいただくんですが、まあ、実際そのスキルをこう身につけるために、まあ、どういうふうにやっていくと、まあ、いいのかとか、どういうふうにやっていくと、まあ、スムーズに進むみたいなのがあったら教えていただきたいんですけど。そうですね。そういうときと、まあ、僕はもう技術を上げるための専門家とか別にないんですけど、結局、なんていうかですね、自分の技術をセールスライターやってるので、うんうん、はい、まあ、その技術を磨くために、うん、まあ、結構どうしたらいいのかっていうのは結構こうね、うん、調べたりとか、うん、まあ、してたんですね、うん、はい、で結構調べてると、うん、やっぱりこうなんていうか、あ、これはポイントやなみたいなところが、うん、まあ、結構、ね、そういうふうな調べてる人社内には多いじゃないですか、うん、そうですね、こういう技術をもっと磨くにはみたいな、ね、でこれが効果あるぞみたいな、うん、調べてる人とかも多いんで、うん、まあ、そのね、まあ、ここは結構やっぱり外せないなっていうようなポイントが、うん、まあ、いくつかあるんで、それをご紹介させてもらえたらというふうに思うんですけど、うんうんうん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。時間が止まりました。で、具体的にどういうふうにこうスキル習得ってやっていくと、まあ、一番いいのかというか。いいのかということですね。うん、でそれでいくと、僕が一番こう、なんですかね、衝撃を受けたんですけど、はい、まあ、誰も知ってるかもしれないけど、はい、ピカソっていうじゃん。あ、ピカソ知ってます。はい。ゲルニカの人ですよね。そうそうそう。はい。絵描く人っていうのもはばかられる。その、1枚200億とかね、それぐらいで売れたりとかっていうのがある。うんうんうん、ピカソが、はい、その、生涯で作品を何個作ったかって知ってる、うん、うわぁ、全然わからないです。でも、もう美術館は行きました。そうなの、美術館行った。行きました、行きました。めちゃめちゃ絵うまいです。そらそうやね。15歳の時の、15歳のその時の、あ、そうです。昔の時の絵を見たんですけど、めちゃめちゃうまいですね。そりゃそうなのかな。まあ、そうなんですけど。今何枚ぐらい描いたか。どれぐらい、まあ、その、なんていうかね、絵だけじゃなくて、作品として、はい。あ、作品。どれぐらいやった。1万点。いやー、全然違うね。あ、違うんですね。最近調子悪いね。あ、そうですね。その、大幅に。アホみたいに当てて大幅に。それでいくと、はい、ピカソが作ったのは、14万7800作品作った。14万って、え ?14 万。ちょっと待ってください。え?14 万。1年に何個作るんですか、それ。だから92歳まで。ああ、はい。ピカソが。うんうんうん、で、14万。すげえな。で、それでやると、計算すると、1日に 4.4 作品作る。えぐいですね。いや、やばい。なんかヘロヘロモヘジみたいなんじゃないですよね。まあ、そんなのあるんかも。それを含めてるんすか？わからへんけど。でも、それぐらい、でも、多分自分って言ってるのかちょっとわからへんけど、はい、その生涯こんだけの作品残したって言われてて、1日 4.4。まあ、半分に考えても、1日2作品でも、すごい。凄まじいやん。うん、まあ、ゲルニカはもっとかかってると思うけど、でっかい、でっかいやったし、ね。めちゃめちゃでかいですよ、ね、めちゃ、この部屋、この端から端ぐらいまであります。部屋、もう全然、もう全然わからないですね。はい。確か15メーターとかですかね。横幅がね、はい。それぐらいだったと思う。だから、壁画みたいな感じやもん、ね、うん。なので、まあ結構ね、あれはさすがにね、あれだと思うんですけど、うん、でも、それぐらいもうめちゃめちゃ作ってるんですよ。うん、めっちゃ作ってますね。量がすごいな。うん。で、それで、それと同じような実験で、はい。そうね、まあ出てきたのが、うん、ある陶芸クラスでね、実験をしたのよ。はい、陶芸っていうのはその、この、ろくろ回すみたいな。そうそうそう。あ、はいはい、まあ、ろくろ回してるのかどうかまでは知らんけど、多分回してると思う。はい。その陶芸クラスでやったのが、ある実験をして、それは、その陶芸品を出してくれと。うん、で、
なんやけど、片方のグループは質で評価しますと、うん。1個だけ出してくださいみたいな話。うん、でそれで良かったかどうかっていうのを話します。うん、でもう1個のグループは、たくさん出してくれる、うん。その量で評価しますっていうのをやったのね、うんうんうん、はい。それを確か何グループか分けてやって、はい、でそれで、誰がというか、どういうふうなのがこう一番いいクオリティの商品になるかっていうのをやったら、全部が、全部だったかな、その量で出してくれって言ったところの方が、はい、質が高いものが結局1位になったのそっちばっかりみたいな話。へー、めっちゃ意外だと思うと、これもね。で、要はこれ質をたくさん、質を求めてちょっとのものをやるよりも、うん、で量をね、たくさんやって、でここで言ったら確かに、ね、失敗から学んで、いっぱい作って、失敗から学んで、どんどん上手くなっていったみたいな。書いてあったと思うけど、はい、でそれでやるとこうやっぱずっと一個のものをめっちゃちゃんと作ろうと思ってずっと集中してやるよりも、うん、量をね、うん、たくさんこなして、うん、でフィードバックもらってやるっていう方が、うん、あいいよみたいなね、うん、いうのこう、うん、量なんかみたいな、うん、で、うん、ピカソもすごいね、ピカソの量はすごいっすね、すごいじゃん、うん、で僕はどっちかというとこうなんか一個の質をじっくりこうね、うん、データとかもずっとこう温めといたのをドンみたいなやる方が個人的には好きなんですけど、この理論でいくとそれやるのは最悪なんです。確かにそうじゃないですか。で技術を磨くためのね、その本とかっていうのがあるので、どういうふうにやっていったら何ていうんですかね、技術を高めていける本とかが、あとそれバーって見ていったのが、見ていて出てきたのが、そのいろいろあったのよ。ちょっとずつやっぱり違う。はい、例えば、見本をちゃんとね、こう、自分にとっての見本を見つけて、それをちゃんと真似するというか、うん、いうのが大事だよっていうのがあったりとか、あとはちゃんとその自分より上手い人ね、コーチになる人とかに指導を受けるとか、思わないことでもめっちゃちゃんとやるとか、あとなんか成功体験をちゃんと途中で味わえるようにするとかっていうのが、まあ、いろいろこう、わーってあったけど、全部に共通してたのかと。はい、それが僕が見た中で全部共通してるのが、反復継続して行動できることとフィードバックを得ることだと。ほー。これが全部に共通してた。だからこう、ずーっと同じことをある程度すると。まあ、ずっとまたの、その、また、うまくなったらまた違うことをやるけど、この反復継続してやるっていうのと、ちゃんとこう、それに対してうまくいってるのか、ダメなのかっていうのをフィードバックをもらうっていうのが、その全部のやつが書いてた、ね。なるほど、なるほど。で、アルコーチの人がやっぱフィードバックに関して言うと、フィードバックをもらわんとやるのは、これ結構有名かもしれないけど、この辺、膝の上ぐらいまで膜を張った、膜がある状態でボーリングをするようになるみたいなね。よく言うんです。で、これやってるとどういうことが起きるかっていうと、もう雑にやるように絶対になる。わからへんから。うん、っていうふうなことを言ってて、だからフィードバックが絶対重要やみたいなことを書いてあって、でそれをそうかっていうふうに思って、で、まあ、でもなんとなくね、自分やったら見本とかね、大事かなとか思ってたんですけど、かなりね、そのセールスライターの人っているじゃないですか。で、それでいくと、やっぱり、そのレビューをね、そうですね、しっかり受けに来る人というか、まあ、レビューをね、受けに来たら、ダメだって大体、なりますね。言われるんで、メンタルがこう、先生にこれどうでしょうって言って、うん、全然あかんなって、うん、大体このね、自分の上手い人に持っていくと、言われる。うん、まあ、で10回言ったぐらい、いいなって、そういう感じで、そのメンタルは基本やられると。そうですね。メンタルがブーンってなるんやけど、はい、それをガンガンこう、恐れずにやってくる人の方が、どう考えても成長してるやん。まあそうですね。でこう必死にこうずっとやって、でシュッとこうたまに持ってくる人、なかなか上達しない、だこう一個に、ね、集中してやってるっていう方に近い人は全然やっぱり上達しなくて、で、あそうでも確かにそうかもなと思って、他にもねこうなんですね、コーチに修正点を教えてもらうっていうのも、フィードバックの方法にもいろいろあって、そのコーチに修正点を教えてもらうっていうのでもいいねって。なるほど。フィードバックの方法ですね。で、実際に、こう、セールスレターとかやったら、売って、こう、どれぐらい売れたか、ようなフィードバックでもいいし、
あと、うん、何でもいいから、ちゃんとこう、フィードバックを得られるように、まあ、もちろんね、その、ほんまに出してっていうのを全部にやればいいけど、無理だと思うから、うん、フィードバックと反復継続しできるっていうことをやるっていうのが、一番、あの、これは共通してたんで、まあ、ほぼほぼ間違いないので、もしこう、何かね、技術を高めたいっていうものがあるんやったら、いかにその技術について、なんかこう、反復継続できるような、作業というか、アクションですね。アクションに落としてもらって、それに対してフィードバックを得るっていうのを、どういうふうにこうね、それを、それを日課のようにこなすっていうのを、いかにしてやるのかっていうのを考えてもらって、実際に実行してもらうのが、あの、いいと思います。なるほど、なるほど。じゃあ、もし、その、まあ、これ見てる方で、この、社長さんで、そう、セールスレターをうまくなりたいというか、広告書くのうまくなりたいってやったら、具体的にどういう反復をすると、まあ、いいのかみたいなのあったりしますか？セールスレターのやつが、気やすいけど、自分がやってるやつがね、例えば、あの、まあ、PPC 広告とかをもしやったはずだったら、ガンガン出せばいいと。広告を書いて出す。ほなら、もう、その日のうちに、そうですね。フィードバックを書いてくれて、まあ、それも、あるし、あとは、その、なんでしょうね。あの、自分より上手い人、例えば僕らのセミナーとかに、もし来ていただいてるんであれば、なんかその、セールスライターの上手い人とか、ね、その人からフィードバックをもらうというのもいいですし、で実際その PPC 広告とか出してないっていうんやったら、おそらくね、そのブログ書いて、反響を得るとかでも、多分全然いいと思います。僕は結構ね、自分でメルマガを週に、1回とか、はい、まあ、その2週、1週に2、3本書いた時なんですけど、うん、結構自分の中ではこれすごく力になってるので、あの、そういうのをやってもらうっていうのもいいと思いますね。ちなみに例えば、そのね、あの、セールスライターっていう話が出たんで、はい、出てきたのその調べてる時にね、はい、そのベンジャミン・フランクリンっていう、そのめっちゃすごいですね。文才のすごい人に入れて、多分日本でも本が出てる。そうですね。渋沢栄一と結構、一緒に並べられる感じですね。ベンジャミン・フランクリン。なんか一緒の本が出てたりとかしますね。偉人というかね、そうですね、すごいいろんなところでこう。でその人が、あの、自分は文才がもともとあると思ったんでね、で。それでどうやって技術を磨いたかっていうのがあったのよ、はい。で、それを見たら、その、小さい頃文才があると思ってたけど、うん、あの、お父さんから、ね、確かに伝えて、はい、返してないっていうことが分かったんです。はい、で、あの、でもまあ、やろうというふうにやったときに、どういうふうにやったかっていうと、うん、なんかね、スペクテーターかな、なんかそういう雑誌っていうか、定期、こう、なんていうの、1ヶ月に1回か1週間に1回かかるけど、そういうふうに発行されるのがあって、めっちゃうまいって、文章が。へぇー。それで、すごい、すごいって言われたやつがあって、でそれを、あの、元に、日本にして、あの、自分の技術を磨こうと。やってたのが、その、一応その日本にね、注釈を書く。こういう、ここがこういう文章だっていうことで、自分の言葉で書いて、で、元のやつを2分にして、この注釈だけ見て、ちょっと忘れた頃に、全部もう一回、こう、へぇー。照らし合わせて、はい、これフィードバックで。照らし合わせて、どこが、こう、どうなんだっていうのを分析してっていうのをやって、で、それやってたら、自分には語彙力がない。いうような方、言葉のね、ボキャブラリーが少ないと。だからこう、あかんっていうのが分かったから、それで詩を書いたら、あのボキャブラリーがね、増えるんちゃうかと思って、でそれで、もともとその、スペクテーターのやつを、はい、でその陰文やから、この陰を踏むような文章を自分で直して、はい、で、ちょっと忘れたぐらいに、もう一回、その、元の文章、それを見て、元の文章に戻すっていうのを見て、こうやって減らし合わせて、こういうこうつけてみたい。で、構成が大事やっていうのが分かって、その構成はこういうポイントやなっていうのをやって、その注釈また書いて、で、ちょっと忘れた頃にそれを並べ替えるみたいなのを、3日でガリガリやってる。すげえな。楽しいって。真似しようって言ってる。無理それで、すげえ。凄まじすぎて、全然真似できひんなと思ったけど、まあ自分もやらなきゃなと思ったけど、同じことはできひんなと思った。そういうふうにやったという話があります。もしもそれぐらいやりますよっていう方がおられたら、真似していただいても。結構、もう忘れたら僕やったら忘れっぱなしですね、多分。やばいところにというか、すごいですね。だから、まあその人はね、ほんまにものすごい人やから、それぐらいやってっていうのは。だから3日にしてガンガンやってたとか、3日にしてたとか、でフィードバックちゃんとね、
自分とこう照らし合わせて、うん、もうその見本が多分ね、すごくいいから、それでも十分いいフィードバックになっちゃう、実践でやってたと思うので、やっぱりそういうふうにこう自分のこう、なんか磨きたい技術っていうのに関しては、その毎日こう何か日課にして、アップで継続できるようなことを決めていただいて、それからそれに対してフィードバックを得られると。まあ、何でしょうね、仕事とかで使うものやったら上司からね、フィードバックもらってもいいと思います。見た目からのフィードバックをもらえるような環境を作ってもらって、ガリガリやってもらうっていうのが、こう、スキルを上げていくのに非常に有効だと思いますね。はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、まとめはもうまとまったみたいな感じですか。今でももうまとめた感じはしましたね。日課に行きましょうっていうのと、うん、それをに対してフィードバックもらうっていうのが、いろいろね、企画で共通してあったので、まあ、もちろんね、それ以外の、なんかこう、セルスライターの本読んだりとかやってもらった方がいいですけど、それ外すと多分結構きついと思うので、そこは絶対やってもらうのがいいかなと思いますね。はい。ありがとうございます。じゃあ、ぜひですね、これ見ていただいている方も、なんかこう、スキルを身につけるときは反復できるっていうのと、あとフィードバックを受けるっていう、この二つをこう、できるような、なんかやり方をこう見つけていただくっていう。この、いろいろ環境があると思うので、やり方を、ありがとうございます。ではですね、本日のレスポンスチャンネル、以上で終了となります。最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひですね、いいねと、あとチャンネル登録ですね、していただければと思います。あと、質問だったりとか、コメント、概要欄の方にですね、お待ちしておりますので、ぜひ、質問、コメントしてください。